北秋田市は、秋田県の北部に位置する市である。県内2番目に面積が広く、大館の白空港がある。つ子大大湖出陣行列2005年3月22日に、北秋田郡の高野須町、相川町、森吉町、兄町が合併して、市政施行した。1878年の、郡区町村編成法交付後、高野須に、軍役所が置かれ、 行政の中心地であった。JR 高野須駅南側は、二つの商店街が、まっすぐに伸び、国や、県の出先機関、金融機関や医療機関、公共施設が集積し、市役所が設置されている。り港大湖は、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財、伊勢道線遺跡は、北海道、北東北の縄文遺跡群を構成する遺跡の、 一つとして、2021年7月に、世界文化遺産に登録された。中西部相川地区の昭和阿川流域には、小高い丘や田んぼに明かりを灯し、祖先の霊を供養する、万島家と呼ばれる全国的にも類例が少ない、伝承行事がある。広大な大地の大野台では、落納が見られ、工業団地や北秋田市民病院、秋田県立北欧の森公園がある。 猿倉人形芝居と兄地方の漫道家は国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財である。中部森吉の米内沢地区は江戸時代には兄川水運による物資の集散地として栄えた。県立自然公園域内の森吉山周辺は熊ゲラの住むブナの原生林や多数の幕府が散在している。浜辺の歌の作曲者、 成田たいの記事である。またぎで有名な里兄地区は銅山の町として発展した。1978年に閉山するまでの約670年近くの長い期間に兄地区だけでなく日本の産業及び伝統文化を支えてきた。旧兄鉱山に残る外国人観謝は国の重要文化財。猫番落は 国の重要無形民族文化財である。森吉さんの樹氷北秋田市は、秋田県の北部中央に位置し、面積は1152.5平方キロメートルと、秋田県全体の約10%を占めているが、山林等の占める比率が高く、下重面積は全体の16.4%程度の約188.8平方キロメートルにとどまっている。 また県と秋田市から北東へ約80キロメートル、東は大館市、和野市、南は秋田市、仙北市に隣接しているほか、西は野代市に近接している。米城川沿いに JR 大雨本線、国道7号、秋田自動車道があり、秋田内陸線と国道105号をそれぞれ分岐している。また、国道285号が横断する。 高野洲インターチェンジ、大館の城空港インターチェンジや1998年に開港した大館の城空港がある。大宇山系の山々に源を発する、米台川中流部の高野洲盆地を中心とし、この盆地と米城川支流の阿川や小阿川などの河川流域に、市街地や集落が点在している。市の南部は、 森吉山をはじめとする大羽山系の山々が連なっており、市の大半は山林となっている。また、森吉山形立自然公園を要するなど優れた自然景観や山岳経流に恵まれており、豊かな自然環境が残されている。森吉山ダム式美湖合併前の各町の行政区域の変遷については、各町の記事を参照。北秋田市は、 海から離れた内陸性気候のため寒暖の差が大きい。夏の平均最高気温は摂氏28度前後、冬の平均最低気温はマイナス摂氏5度前後で、積雪は森吉山周辺の山間部が特に多く、旧森吉町と旧阿町は特別豪雪地帯に指定されている。津屋長光4期目2009年4月17日。 就任 X バンド MP レーダー雨量計が設置されたの代河川国道事務所高野市出張所大館の代航空気象観測所北秋田地域振興局高野市年金事務所北秋田警察署北秋田市消防本部大学高等学校秋田北高高校中学校小学校特別支援学校幼稚園園その他廃校になった学校北秋田市民病院北秋田市では AM、FM ラジオとしても利用でき、緊急放送の場合自動的に電源が入る、防災ラジオを無償対応している、統一金融機関コード、支店コード順。高野スモールイオンタウン高野ス主な産業は、稲作中心の農業、衣服、木材、電子部品などの製造業、医療、福祉。大館の白空港近隣の野代市、大館市、和野市方面へは、 国道7号285号、秋田自動車道と JR 大羽本線が、仙北市角野立方面へは、国道105号と秋田内陸線がある。県庁所在地の秋田市へは、特急列車で、約1時間10分。東京方面へは、夜行バスと大館の城空港がある。また、4つのインターチェンジがある。大館の城空港 IC 県道325号。 大館の城空港再生、小高大橋大館の城空港リムジンバス、北秋田市民、ふれあいプラザ高野須陸上競技場森吉さん、アニスキー場薬師さんスキー場秋田県立北欧の森公園建築森林自然公園の赤松展示、林水雲公園の紫陽花ふるさと踊りと、もちっこ祭り森吉さん六七夕日祭り相川まと、 日屋にの灯籠を流し北秋田市高野須台子祭り100キロマラソン。ありがとうございます。